玄関の2月、凍てつく運河に浮かぶガラスの浮き玉も、かつてに神寮で使われたものです。中に仕掛けられたろうそくの灯火は、水面に浮かぶ天の川となり、路地裏の銀河鉄道としてよみがえります。海風に揺らめく無数の明かりが人々の姿に重なって、ここを訪れた人は儚さとが弱さと、そしてつながり合う力強い美しさを目の当たりにする。雪明かりのろうそくの灯火には人の思いをかきたてる何かがある。雪の中に揺らめく無数の灯火は、一人一人の祈りとなり、願いとなる。小さな灯火を慈しみ、一つ一つの小さな祈りを、雪の日も風の日も、守り続けています。ろうそくの弱々しい明かりが雪を照らして起こる雪明かりをしみじみ楽しむ、これがこのイベントの原風景です。大掛かりな雪像、電飾をあえて避け、手作り感と静けさ、街の風景との一体感を大切にしています。このスタンスはたくさんのボランティアによって支えられています。お餅だって、お芋ちゃんもございます。お芋ちゃんだって邪魔になって あらお餅だ珍しいですよ、北海道のじゃがいもですよ。召し上がったことありますか？いや、ないでしょ大食ですかって先輩、はい、はい、北海道、くっちゃんです。くっちゃんのお芋です。
揺らめく小さな灯火を通して、日本中の一生懸命命を燃やし続けて生きる人々に対し、灯火を送り続けます。